カール・フィリップ・モーリッツの肖像、KFJ1 マンによる。1791年、カール・フィリップ・モーリッツ、カール・フィリップ・モーリッツ、1756年9月15日から1793年6月26日は、ドイツの作家、美学者である。シュトゥルム・ウンとドラングから、バイマル古典主義、初期ロマン主義にかけて、多様な影響をもたらした。 主著に、自伝的小説、アントンライザーがある。ハーメルンに生まれ、静寂主義と経験主義を辛抱する貧しい家庭に、育った。父は、軍隊音楽師12歳で、ブラウニッシュバイクの帽子職人のもとに、徒弟暴行に出されるが、過酷な労働に耐えきれず、自殺未遂を起こし家に戻された。検診令の時の牧師に才能に見出され、事前科の援助を受けて、 ハノーファーのギムナジウムに通うも、中途大学。俳優になるための様々な、虚しい試みを経て、1776年には、エアフルトで進学を学び、ポツダムの軍隊個人の教師を経て1778年に、ベルリンのギムナジウムの教員となった。また1779年から、フリーメーソンとして、ベルリンの啓蒙主義と接触を持っている。 1786年、教員を無断退職して、イタリアを旅行、同じく、イタリア旅行中だったゲーテとローマで出会い進行を結ぶ。1788年に、ドイツに戻った際には、バイマルに投留しており、カール・アウグスト公に、英語で講義を行う機会を得ている。このため、アウグスト公の尽力を得て、1789年には、 王立芸術アカデミーの美学理論の教授の職を得ることができた。ここで彼の生徒となった者には、ルートビヒティーク、ビルヘルム・ハインリヒ・バッケンローダー、アレクサンダー・フォン・フンボルトラがいた。1791年には、プロイセンの学術アカデミーに迎えられ、さらにプロイセンの宮廷古問館に任命された。1792年、当時15歳であったクリスティアーネ・フリーデリケ、 マッツドルフと結婚。その後間もなく持病の結核がもたらした、排水不死により36歳で死去した。1785年から90年にかけて書かれた、アントンライザーは、俳優志望の望みが挫折するまでを描いた四部から、なる自伝的小説であり、ドイツ発の心理小説として近年再評価を受けている。他に、小説、アンドレアス・ハルトクノプフや、 美学理論の著作があり、また1783年に彼によって発刊された学徒並びに被学徒のための実験心理学はドイツ発の心理学の定期観光物とみなされている。ありがとうございます。